はい、何やらまた弟子が、はい、垂れ込み、弟子持ち込み企画、はい、フェミニストやな、これな。これは何ですかって師匠にお尋ねしたい企画。俺に聞くの、俺も初めて聞いたんですけど、こんなもん。明日少女隊という、はい、なんか分からへんわ、もううさんくささしかないわ。この画像を見る限りうさんくさいし、はい、で明日少女隊って第4波フェミニズムについて、はい、なぜ実名を出して活動しないのか、戦後女性感謝プロジェクト、はい、もうこの4行だけでうさんくささ全開やないかい。なんだこれ。第4波フェミニズム、まあ、また欧米で大きなムーブメントを巻き起こしているフェミニズムの新しい流れなんだってさ。第4波、第1波、第2波、第3波がどういうカテゴリー分けなんかもよく分からへんねんけどさ。俺はどうせあれやろ、もうなんか掘るとこないから重箱の隅もつつきまくって、つつきつくしたからもう重箱の裏とかつついてるっていう意味やろ、はい、これ第4波っていうのはさ要するにさそういうことやろ。明日少女隊はなぜ実名を出して活動しないのか、うん、あ、私たちの見た目や性別、肩書き、学歴、出生などではなく、私たちの提起する社会問題そのものに焦点を当ててもらいたいんやって。はい、怪しさしかないよな、もうそんなんでさ、はい、受け入れられるわけないや、その仮に主張がまあ一丁歩譲って正しいもんやったとしてもさ、どこの誰かもわからへん、まあ、どんな顔してるさあ、どこの誰か、いくつなのか、年齢とかも、まあ、性別はかろうじて少女名乗ってるし、まあ体つき見る限り女性なんやろうけどさ、はい、としかわからないような人間の主張って受け入れられる、無理っす、無理っすよ。なんか覆面かぶったやつがさ、覆面かぶって受け入れられるってプロレスラーぐらいで、ほんまにほんまにさ、でその自分らの 何者であるかを伏せることに正当性が全くないよな、主張そのものを見てほしいんですって、そんなもの、そんなこと通用せへんわな、これや。ほんで戦後女性感謝プロジェクト、え、そんなのあったんですか。これ見てくれ、戦後の日本文化は男性だけで作られたの、はい、この18分の1の1が女性ってことを表してんだろうけど、これは何のこと言ってんの、分からへんわ、分からへんわ。パーンと画像でこの18分の1の1が女なんだよっていうことを表、なんかこの画像では表してんねんけど、それが何のことなんかパッと見て何のことか分からへんわ。この言ってないってことかな、何が18で何が1なんか分からへんわ。気持ち悪いんですけど、せめてこの18分の1の意味はここで解決してくれな、な、気持ち悪くない、でもっと知りたい人へも、そのどれを読んだらその18分の1の答えが書いてるのかも分からないし、で支援だけはお願いしてねて、お金はくださいって言うてんねん最後に、ここが一番ケツやしな。怪しさしかないよ、怪しいよ。そんでフェミニー、はい、なんていうか明日少女隊、のツイッターアカウントから飛んだのがこのノートなんやけど、はい、10月31日は衆院選、女性や LGBTQ プラスの権利の向上にやる気の党を教えまーすって、ではっきりおすすめしてるとは言ってないんだけど、要するにこのリベラルと保守に分けてんだけどな、
リベラルは共産、立民、社民、リーバや、うん、それは太字で書いてんねん。保守、自民、公明、日本、維新、うん、希望、希望の党ってもうなくなったんちゃうと思うんだけどな、もうないんちゃうの今。なんとかファーストにしようと思ったけど断念したとか聞いたけどな。で NHK、 N 国な、いわゆる N 国も保守とは限らへんと思うんだけど、 N 国はリベラルも保守もないと思うんだよ、あの立花隆、立花隆に関しては。まあそれはええわ、うん、で要するに、あ、なんかもうリベラル推してんやな。どうして自分以外の人の結婚について自分の結婚感を押し付ける人、じゃあ結婚せえへんだらええんちゃう。結婚しない自由もあるんですけど、はい、事実婚っていう形を取る人もいるんですけど、うん、あと共闘って何、右往の衆ってことですよ。はい、もう気持ち悪さしかないっていう新しいなんか波が来たよ。はい、なんか来たね。明日ショート隊なんか面白いやん。ちょっと今後深く探っていきますか。ちょっと金の卵が、金の卵磨いたら光るかもしれないよ明日ショート隊、はい、楽しみにしようか、はい、もうこパッと見ただけで、今初めて聞いてわーっと見ただけでツッコミどころだらけですね皆さん。はい、楽しみにしときましょうか。はい、以上です。なんでも男のせい、全部が男のせい、私の